ナーゲルは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ブンジーデル、イム・フィヒテル・ゲビル・ゲ軍の町村であり、トレスタウ行政共同体の構成自治体の一つ。ナーゲルは、州内に知られた、保養地である。ナーゲルは、フィヒテル山地自然公園南部に位置する。この町は、公式には9つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ナーゲルは1200年頃に現れる。現在の自治体の領域は13世紀にはバイエルン公国に属し1329年にビッテルスバッフ派家のプファルツ選低後継家系の統治下に入った。1536年の国境協定でナーゲルの領域は2つに分割された。このうち大きな領域は バイエルンプファルツ選定公領に、現在はナーゲルの一地区になっている、ライヒエンバッハ村を含む小さな領域はアンスバッハバイロイト辺境白領に属した。1803年には全領域がプロイセン王国のバイロイト公領に属することとなった。さらに1810年には全域がバイエルン王国領となった。ナーゲルの議会は15議席からなる。 最大政党のしげしうは、主張の所属政党でもある。ナーゲルから、ケサイン山を望む。ありがとうございます。